はいどうもアニマルパテモトでございます。というわけで新年一発目の動画なんですけども、大型水槽設置計画シーズン2の方に入らせていただきたいと思います。まあ、というわけでここがですね、前に180センチ水槽を撤去した後の2階の現状だと言ってたところなんですけども、はい、こちらの方を、まあ、正月休みの間にね、はい、大幅に模様替えしようかななんてね思っております。というわけでね、本日朝から頑張ってやっておりました。はい、というわけでね、朝の9時前からやっております。とりあえず120センチ水槽2つ、大きいやつね、は奥行き6畳の方を撤去いたしました。はい、全部をちょっともう家の外に持っていき、はい、もうそこの台をとりあえず今で分解しております。はい、まあ、配置もね、まあちょっとだけ変えようかななんてね思っております。そしてこちらの方の120センチのね、ガラス水槽とかちっちゃい水槽、そういったところも撤去し始めております。そしてですね、はい、まあ、なんかねもう夜になりましたけども、ホームセンターで、まあ、撤去した木材プラス買った木材をカットしてきて、はい、帰ってきた5時6時前だったかな、うん、そこからまた作業をしておりましてですね、まあちょっとくたびれたずっとやってたんでね、こんな感じにとりあえずぐちゃぐちゃになったと。はい、まあこの時点でもう8時半ですかね、うん、8時半って7時半か、うん、結構な時間やりましたが、まあちょっとやれることがもうこの時点ではなくなったんで、ちょっと配置を今考えてるんですよね。どうすっかなみたいな、まあ、どうすっかなって決まってるんですけど、まあ、これままでうまくいくかなとね、うん、まあおそらく綺麗になったかなみたいな感じですね。8時半やもんこれ、ちょっと待って、自分の時計見たら今もう9時前ですわ。あら、これ8時半までやってたよね、あの時計8時半やな。まあぼちぼちね頑張ったという感じも、そうですね、水槽のねタイマーがね8時に消えるようにしているんで、はい、まあこんな感じでございます。また明日もねこの続きをね、うん、やっていこうと思ってるんですけども、やることはどういうことかと言いますとですね、今私がおる向こうの方、はい、壁際をもうあそこに水槽置きません。とりあえず一旦あそこはデスクに、うん、作業スペースにしようかなと思ってます。はい、で左側のね壁、うん、そこのところに水槽を並べようかなと思ってます。で200センチ水槽が奥行き45の方の場合は向こう側、60の場合は左側の壁っていうところに置こうかななんて思っております。はい、というわけでアニマルパテモッソシーズン2取り掛かりました。とりあえず片付けるところからぼちぼちと始めております。まあ3日後ぐらいである程度完成するかな。また明日と明後日ちょっと頑張ってみたいなと思います。というわけで遅ればせながら新年明けましておめでとうございます。今年も続々とアクアやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。アニマルパテモッソでした。アニモー。